こんにちは、しげしげです。臨死や降臨をパワーアップしたエレンでやっていきたいと思います。はい、フレンドさんが山本源流祭しげくになんですけども、レーダーで出せなかったのでちょっとこれで代用というか組み合わせております。またね、エレン同士のパーティーでどっか行ってみたいと思うので、今回はこれで行ってみたいと思います。でリーダースキルなんですけども、 HP80% 以上で攻撃と体力タイプの攻撃力が6倍、 79% 以下で3倍、ドロップを消した時回復力 ×10 倍の HP を回復ということで、非常に今パッと見周回性能に優れてますね。でさっきから意識的に結構早めに進んでおります。もうバトル4ですね。で属性強化4つ持ってますので、まあサブでもたくさん積んであげればまたさらに火力を上げることができます。いい火力出てますね。まだそんなにレベル上がってないのに。でバインド対策はエレンが完璧にできておりますので、バインド回復の覚醒スキルも持ってますし、なのでまあサブはね、攻撃的なモンスターをいっぱい入れてあげればその周回性能をもっと活かせるんじゃないかなと思います。はい、ここはオーディンの毒で抜いていきましょう。で、そろそろレベルも上がってきたので火力もしっかり見ていきましょう。まあ、1列で消したときに、まあ、200万ぐらいですかね、みんなマックスだったら。はい、で、まあ、属性的に非常に有利なのと火力が高いので1列、まあ、落ち込んのっちゃったんですけど抜いていきます。でこの次覚醒無効飛んでくるんですけど、まあ、花火で火力で押し切っちゃいましょうということでスルトを編成しております。はい、ということでもう一本エレンで動画撮りたいと思っております。リクエストあったらコメントください。ご視聴ありがとうございました。